かがも打たれたと思っていきますね。Thank you.
春日山遊歩道は、今見ていただいているまっすぐの道です。首切り地蔵というのが、左の、この道にありますので、ちょっと立ち寄ってみました。トイレもございます。トイレもありますので、こんにちは。こんにちは。はい、どうも。休憩してるされるところすみません。いやいや、どうぞ。大丈夫です。はい、どちらがお越しなんですか。地元の奈良の最大というところなんです。あ、そうですか。最大でいうとちょうどあそこの、大きなお寺が。お寺のところですね。はい、その辺。お寺近くなんです。あ、そう。割と近い方ですね。そうですね。地元で地元ですね。今日はあれですか。どの道を通られたんですか。竹坂の道から回ってくる。野球街道の野球街道。今日は私隣の、春日山遊歩道を取材してるんですけど、その道は通られたことございますか。なんとか来てます。あ、そうですか。はい、両方含めてですね、この道の魅力というのは何でしょうかね。そう、やっぱり自然が残ってるということですね。あまり人の手が入ってない。これが一番魅力ですね。世界遺産にもね、はい、ちょうど原始林は登録されてますし、はい、文化遺産ということらしいんですけど、はい、一番自然が残っているのは近場ではここ一番私自身は、と思うんですけどね。四季はどうですか。四季折々は。あ、もう年中来てます。そうですか。はい、あ、また春は春の、そう、夏は夏の、ね、冬は冬のやつなんですけど、冬は今多少長時期があるということです。まあ、大したつもりませんけど、でも時期がしかないです。秋はどこ行けるとこの海が続きです。あ、そうですか。今7月ということで夏に入って分かったんですけど、しかし夏なんか涼しいですね。そうです、涼しいです、私ずっと回ってきたんですけど、はい、ここかしこに滝みたいなものが全部あって、はい、涼しげで、水がよく湧いてるということで、滝坂なんかもある意味ではね、あります。この先の地獄谷ちょっとこうも結構水があります、今日はこれからもう帰ろうかなと思って。あ、そうですか、はい、もう十二分堪能されました。そうですか。
あのちょっとメッセージとして、はい、あの皆さんに何かお伝えすることあったので、ああよろしかったらここあんまりあの好きな方はどんどんいらっしゃったらいいし、ね、あんまり山を荒らすような方は来ないでください。そりゃそうですか。ということを、まあ、楽しんだ私らね、ありがとうございます。ええ、お願いします。